はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日の漫画家は僕発信でございます。お待たせしました。はい、今日やる企画はジャンプ読者歴20年以上がおすすめする漫画5選。いや、ちょっとね、前にね、個人チャンネルで、ね、見てくださってる方多分ね、見てると思うんですけど、うん、前、その時ね、トップ3かな、うん、やったんだけど、まあ今、まあそれらのね、漫画も入ってはいるんだけど、まあ改めてね、ちょっと今回漫画ちゃんで、うん、まあトップ5ですね、うん。今おすすめしたい漫画をね、ちょっと僕が選んできたんで、ぜひ聞いてくださいよ。読んでください、そしてね。はい、やっていきましょう。はい、じゃあ行きますか。まあね、悩みました、結構。悩んだんだけど、うん、大前提としてやっぱね、僕ワンピースは本当に大好きなんで、うん、ワンピースはもう第1位というかもう殿堂入りですね、うん。ワンピースはもう今回言うのもう一番上にあるっていうことで。うん、まあそこは大前提として、うん、まあそれ以外の漫画でね、ちょっと今回選びました。じゃあ5位から行きましょうか。はい。じゃあ5位行きたいと思います、うん。今僕がおすすめするジャンプ漫画第5位は、スパイファミリーです。スパイファミリー。知ってますこれ。知ってます。知ってます。あ、これはもう知って読んでます。スパイする漫画だよね。そうそうそう。スパイキッズみたいなね。スパイキッズとは違うね。ミスターインクレディブルみたいなね、あんな感じだよね。ミスターいやいやいや、ミスターインクレディブルってあれヒーローじゃない、あれ。スパイって感じじゃないでしょ。スパイでもね、外れていかないで、スパイではいてせめて。はい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 、これはね、個人ちゃんの時もね、多分言ってたと思うんですけど、まあやっぱね、うん、面白いですね。今も読んでますし、あとおすすめはね、やっぱできますと、うん、いうことで、入れてます。うん、まあどういった漫画かっていうと、まあ、うん、もうほんとそれこそスパイの漫画ですね。うん、で、まあ3人家族で、うん、で、その3人家族ってね、もう別にもう作戦のためだけに3人家族として振る舞うしかなくなったっていうこの3人家族なんですよ。うん、けど、ここがね、その人間関係が面白くて、うん、お父さんがスパイで、うん、お母さんが殺し屋で、うん、で、娘が超能力者っていう。うんで、その超能力どういう能力かっていうと、心が読めるんですよ。うん、で、全員それ知らないんですよね。うん、奥さんが殺し屋っていうのも全員知らないし、うんお父さんがスパイっていうのは娘だけ知ってるんですよ。超能力者で心が読めるから。うん、で、娘だけがお父さんとお母さんの心が読めるから、うん、そのなんつーの、いざこざ。ここで生まれるこのコメディというか、うん、そういうのがね、面白い作品ですね。うん、でね、まあ、やっぱスパイファミリー面白いとことしてはね、やっぱね、演出とか、その辺がめちゃくちゃうまいなと思いますね。起承転結というか、うん、すごい1話読んだだけでもしっかりと話が入ってくるし、うん、で、すごいギャグかな、コメディかなと思ったら急にシリアス展開になって、うん、やば、このキャラこんな怖いのみたいな。で、その怖さも絵でめっちゃ表現されてるんですよ。うん、画力がね、やっぱね、スパイファミリーはすごいなと思いますね。うんだから読みやすいですね。うん、今ジャンププラスで連載されてます。ジャンププラス。アプリで読めるんで、うん、もうこれ無料で初回読めるんでね、うん。ぜひ読んでいただきたい漫画ですね。で、勢い的にも確かすごいんじゃないかな。ジャンププラスだけで確かね、異例のなんか何百万部とか。もうコミックスにもなってんの？あ、もちろんなってます。今何巻かな？スパイファミリーちょっと何巻かわかんないけど。結構人気で、いつも月曜で隔週連載かな。うん、なんでね、ぜひね、月曜ジャンププラスね、ぜひ読んでいただきたいですね。今6巻前出てますね。あ、今6巻出てます。うん。追いつけますね。そうそう、読んだことあるの？これはね、手に取ろうとしたんですよ、買おうと思って、うんうんうん、でもその時持ち替えがなかったんで買わなかったんですよね。それなんか中高生みたいなその諦め方だ。下ろす ATM も遠くて、そう、ATM も遠くて。いや、キャッシュカードとか、ね、クレカとかあるでしょ、まあ、いや、僕基本は現金派なんであれなんですけど。現金派なんで。いや、すごい急にアナログな人がいるけど、なんかこれはもうコメディーなんですか。まあコメディーだし、しっかり裏展開もあるね。そのシリアスな筋が通ってる漫画でもある。うん、だからお父さんはスパイで、どういうスパイかっていうと、いや、国のためのスパイなのよ。うんうん、で、西側と東側って感じで、うん、で、要は相手方の国としてこういう動きをしてるから、今そこを隠蔽行動で行って、みたいな、うんうん。で、結構しっかりと、その筋は取ってる話なんだよね。うん、でそんな中、それをバレずに家に帰ってこなきゃいけないとか。なるほど。ギャグもありつつ、しっかりした筋もある漫画だから、これは読み応えもあるね。うん、なんだけど読みやすいっていう。だから結構人気なのがわかる作品ですね、これ、うん。まあ、あとあれだよね、やっぱりね。最後ちゃんと家族になるのかっていうね。いやー、俺なってほしいな。
いや、まずね、アーニャが可愛いのよ、その娘ね、アーニャ。うん、アーニャがね、純粋なんですよね。うん、子供の純粋無垢なね、その、まっすぐさというか、ひたむきさみたいなのも、しっかり練り込まれてるし、うん、かつ、でもやっぱその子供らしいずる賢さというか、心が読めちゃうから、うんうん、テストの点数取るために心読んじゃうんだけど、うん、明らかに点数が上がりすぎて、あ、次からは力抜かなきゃみたいな、なんかそういう可愛らしさもあったりね。うん、アーニャがね、やっぱね、キーになってくるね。うん、どっか次のターゲットは、みたいな写真で、うん、えって言って奥さんの顔とかがあるシーン、うん、絶対あんのよ、絶対ある、それもうね、それね、ジャンププラスのコメント欄で絶対それが一個ある誰もがやっぱね、それが来たら嫌だってやっぱね思ってる展開でね、ちょっとね来そうな感じなんすよね、最新話あたり。ありそうだね、わかんないけど、僕がね最初に思ったんですよね、やっぱそれは。一番読んでねえやつがなんで読んでねえやつが思ってんだよ最初にであれ、それこそその無料で読めるから、ジャンププラス。あ、そうだ、読んでから決めれば。そう、1話から初回分無料なんで、ジャンププラスって、うん、だから今1話からで無料で読めますから、最新話まで追いつけますから、ぜひ読んでください。 K さんは読んでんの？僕読んだよ途中まで。あ、そうなんだ。うん、最近ジャンププラス全然入ってないからあれなんだけど、うんうんうん、はい、そんな感じですかね、スパイファミリー。まあちょっとね、ずっと入ってるんで、今回ちょっと改めて5位ですね。まあ知ってる人もいると思うんで、じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ僕が選ぶ、おすすめの作品第4位は、うん、ウィッチウォッチです。ん、ほう、ウィッチウォッチですね。これはね、ジャンプに連載されてますね。はい。うん。週刊少年ジャンプ本誌ですね。本誌に連載がね、まだスタートして、まだね、数話しか、まだ5話も経ってないかな。あ、魔王使いです。数話しか経ってなくて。そうです、そうです。あ、あれか。これまあ、大前提として、篠原先生が書いてて、うん、スケットダンスとか、うん、カナタのアストラ書かれた先生ですね。あ、でも僕はね、もうカナタのアストラがもう超面白くて超好きで、僕これコミックスね、電子コミックスはこれ買ってるぐらい本当好きで、うん、カナタのアストラね、結構、読んだんですよね。その次のね、作品で篠原先生が書かれたウィッチウォッチですね、うんうんうん。で、どういう作品かっていうと、もう魔女と鬼の物語なんですよ。鬼だ。なんだけど、その二人が現実に生きちゃったっていう。現実世界で魔女として生きる。現実世界で鬼として生きる。で、その二人が幼馴染の魔女が女の子、男の子が鬼っていう設定なんですよね。うん、で、ね、やっぱね、篠原先生何がすごいかって、もう、伏線の回収がね、すごいと思う。やっぱね、彼方のアストラの時も、もうなんかね、度肝抜くような伏線回収が、めちゃくちゃね、練り込まれてたんだけど、うん、なんかそこがね、ギャグ漫画だけど、やっぱそこも健在だなっていう。うん、だから、ワンピとかって、本当に伏線回収めちゃくちゃすごいじゃん、もう小田先生って、うん。もうね、代名詞とも言ってもいいぐらいやっぱすごい作品だけど、うん、だからそういうワンピースとか好きな人はね、やっぱ好きだと思うな、ウィッチウォッチは。なるほどね。だからまあ、それが、その伏線回収も含めて、あとね、小ボケのセンスとかもめちゃくちゃいいのよ。なんかね、そのちっちゃいボケが後々聞いてきて、そこのボケがうわ伏線だったのかみたいな、うん、だからね、一個のギャグもしっかり一個のボケで終わんないっていう、しっかり後半でそこが回収されて、うん、物語しっかり完結するっていうね。なるほど。で、読み応えもあるし、コメディもしっかりしてるしっていう。やっぱね、うん、篠原先生すごいなって思いますね、ウィッチウォッチは。で、今ね、まだね、その恋愛コメディなんですよ、言うたら。うん、その、まあ、要は、魔女がちょっとドジで、ドジなんだけど魔法使っちゃって、なんか、うん、わぁ、てんやわや、てんやわやすんだけど、鬼の男の子がしっかり守ってあげるみたいな。うん、で、魔女は好きなのよ。男の子、うんうん、で同棲してんの今二人で、男の子はもう全然クールで全然気づかない、お父さんみたいな扱いしてんの、うん、だからそのね、恋愛コメディみたいなのが今強いのよ、すごくね、うん、そういうドタバタな感じで、うん、でもね、これなんかシリアス展開もやっぱカナダのアストロとかもあったから、うん、なんかそういうシリアス展開も多分今後来んだろうなっていう期待値でね、今回入れました。なるほど。あ、いや、あると思うんだよな、いろいろと、うんうん、バトル発展ね。なんかね、やっぱ鬼っていう設定もさ、うん、もう広がれようとも広がれんじゃん、魔女もそうだし、うん、確かにね。そうだ、そこね、二大、なんつうの、ファンタジー要素というか、うんうんうん、魔女と鬼が両方とも結構二大主人公みたいな感じでいるから、うん、今後の展開もね、ちょっとめちゃくちゃ楽しみなんですよね。バトル系になる可能性もあるんですか？まあ、バトルまで多分いかないと思うな。リボンみたいに。リボンまでは多分いかないと思う。リボンも最初ね、コメディでしたからね。確かにね。あれはすんごいバトルになったもんね、後半。すんごい。すんごいバトルになったから。すごいバトルになった。うん。だ、多分そこまではいかないと思う。シリアスな展開だと思う。で、そこにもしっかり鬼とか魔法とかが絡んでくるんじゃないかなという感じですからね。うん。うんうん。ここはやっぱね、もう本当にめちゃくちゃ実力があられる。うん、
先生だから、うん、篠原先生は、うん、もうだから安定感が抜群ですね。ちょっと今後楽しみですね、うん、なんかあれとかあるんですかね、鬼の方の指令とかがあって、うんうんうん、でこの写真見てみたら実はその相手の魔女だったみたいな。一緒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 よ。5位のスパイファミリーと予想の展開一緒なの。なんで全部その展開なのあるかもしんないけど、あるかもしんないけど、やっぱりあの2人がくっついてほしいよね、やっぱりね読んでるかお前もやっぱりしっかり読んでる人いた。いやそうなんだよ ね、なんかね、だかちょっとね、なんつうの、そのなんだろうね、中学生ぐらいがちょっとなんか、うん、恋愛してる甘酸っぱさもあるんだよね、なんかちょっと、そうそうそ う、 そ う、 そ う、 そう、なんかね、だからほのぼのするんだけどしっかりハラハラもするしっていうね、うん、面白いですね、うちうちは、うん、はい、じゃあ次3位行きたいと思います。はい、第3位はね、ジャンププラスのね作品ですね。これ読んでる人いるかな、俺好きなんですよね、ちょっとおすすめしたいです。これどこにも言ってないと思う、まだ動画とかでも、うん、はい、僕がおすすめする第3位は、うん、ハイパーインフレーションです。あー、あった、知ってる。まあちょっと最初だけ読んでた、最近ちょっとログインしてないからあれなんだけど、ログインしろよお前超損してるぞお前。これむちゃくちゃ面白いですね最近。僕はその何、結構楽しんでる作品ですね、うん、これまあその名の通り、うん、めちゃくちゃインフレしていくっていう意味じゃん、これハイパーインフレーションって、うん、でこれお金駆け引き物語なんですよ。そうね、だから面白い、これ K さんめっちゃ好きだと思うよ。なんか面白そうだったよ、全然最初見た時に。そう、うん、めちゃくちゃ面白い。これね、ね、確かジャンププラスって何回かそのショーをやってるんですよ、コンテストみたいな、はいはいはい、それでちょっと前2019年ぐらいだったかな、ね、優勝した作品が連載やっとされてるって感じなんですよね、うん、だからもう最初から僕その何ネームの時から、超前に連載された時から、うん、あ、これ絶対面白いと思って、それでもう読んでるんですよ今、うんうん、ただね、今最近そんなに順位は高くないんで、もっと伸びてほしいっていう個人的なあれがあるんでね、うん、あの今回入れてるんですけど、うん、作品の大まかな設定としては、うん、まずあの主人公ガブール人って言って、うん、まあまあどっかの民族で、で、まあ奴隷とかにされちゃうんですよね、そのガブール人っていうのが、うん、なんだけどそのガブール人には伝説があって、ある時期にその伝説の力を持ったそのガブール人が現れるみたいな伝説があるのよ、うん、でそれがどういう伝説かっていうと、まあ大体大人になったら、うん、そのまあもしかしたらこれね、下なんで、下が入るんで、ちょっと苦手な方は飛ばしてください。ちょっと3位飛ばしてください。ちょっと下要素もあるんで、この漫画。大体まあ中学生ぐらい、思春期になったら、まあ生殖能力が携わるじゃないですか、人間って。まあ基本的には。だそれが普通は神から与えられた力なんだけど、あるものは力を欲したら、それじゃないものをもらえるわけよ。お前に力を授けようってガブールの神がこう来るわけ。精神世界で。で、その少年は、要は奴隷として扱われそうになって、もうお姉さんがもう、奴隷としてもう引き渡されちゃったの、うん、自分の大好きだったお姉ちゃんが、うん、だからもうそれがオークションにかけられちゃうってなって、うん、どうにかして助けなきゃ助けなきゃって時に、その神の力がこうバーッとお前に力を授けようって来て、うん、で普通だったらそこでみんな生殖能力が手に入るから、まあ、そこからね子孫繁栄とか、うん、そういった感じになるわけなんだけど、その男の子はもう金をくれと、金があればそのオークションでお姉ちゃんを買えるから金をくれと、でそしたら神が分かったっつって、金を生み出す力をくれるわけ、うん、だから体中のどっからでも金が出るのよ、その少年、うん、で普通だったらその生殖能力で、うん、言うたらまあ、あの精通ですよ男性だったら、うん、普通はね、うん、なんだけどその男の子はその代わりにお金がめっちゃ出ると。はいはいはい。でそのお金を使って奴隷をなんどうにか買収して、敵を買収して、うん、でお姉ちゃんオークションで買い取れるかどうかっていうか、そういう作品ですね。なるほど。だからその何、お金出しすぎちゃうと、うん、そのもうどうにでもなれーとか言って、ちょっとしもな感じなの男の子が。だ描写とかもそれ笑っちゃうの正直、うん、のいやこれ何を見させられてんだみたいな。なんだけどでもこの少年はめちゃくちゃ一生懸命本気だから、うん、なんかやっぱね、なんつうの、絶命の面白さというか、うん、ネタに振り切らずしっかりそのお金のバトルはしっかりしてんだよね、うん、ここでこうしなきゃこうしなきゃ、うん、でそのお金っていうのはその偽札なのよ、うん、全部同じ番号なの。なるほどね。そうだからただただ普通にお金が出たらね、それはもう絶対勝ちじゃん、うん、だけどもう偽札ってバレないようにバレないように、うん、その頭使ってその少年がやっていく。なるほど。めちゃくちゃ面白いですね。ハイパーインフレーションね、面白いね。今の展開も結構僕好きで、あのすごいね、敵でね、あの嫌な敵がいるんですけど、でもそいつもね、しっかりしたキャラなんですよね。もう金のために生きてるみたいな敵なのよ、うん、だそいつとね、なんか結託すんのかどうなのかみたいなね、なんかそういう展開にも繋がってきそうでね、すんごい面白いですね。なるほどね。ジャンププラスもあれがあるんですか、やっぱ順位があるんですか。ジャンププラスある。ジャンププラスはもうね、その曜日でグッドボタンみたいなのがあって、うん、あーもうそういうことか。結構ね、その普通のジャンプよりも割とね、うん、リアルなランキングだと思う。だからスパイファミリーとか大体1位なのね、月曜の、はいはいはい、でこの作品はね金曜かな。でちょっと今撮ってる段階でちょっと休載だったんで、今今週のランキングが載ってないんだけど、うん、
そうだね、そんなにね、今ね、上位にはいないんですよね。なんか曜日ランキングなんで、曜日ごとに。ああ、ホームのとかね。へぇー。で、曜日でランキングがどんどん低いと、終了みたいな感じになっちゃう。まあね、低くても連載され続けるのはあるんですよ。多分だけど、要はコミックスが変われるかどうかだと思う。ああ、なるほど、ね。なるほどね。はい。うん、いや、人気なくても別にね、コミックスが一定量売れてれば、それは別に打ち切る必要ないじゃないですか。そうか、まあ。でも多分そういう感じだと思うね、ジャンププラスは。へぇー。結構人気は人気だと思うんですよね。あの、頭も使うし、読み応えはすごいあるんですよね。うん、でもね、面白いんだよね。なんかいろんな設定もなんか入ってきそうで、今後。これちょっと読んでほしいっすね。コミックスは4月2日に発売なんでね、ぜひ皆さん。まだ1巻出てないから、ぜひね、ちょっと読んでいただきたいっすね。はい。なんかすごい宣伝すごいするじゃん。もう、集英社の犬なんで。案件でも何でもない。ガブール人だからね、ただ。俺ガブール人じゃないの、別に。なんで俺それ奴隷にさせられるとこ頑張って売ってんの、コミックス。コミックス売って、その、お金手に入れようとしてる少年じゃないのよ。主人公と違うの俺別に。いやでも面白いっすね、これ本当に。じゃあここまでです。はい、大成ここまでですね、うん、はい、じゃあ次第2位いきたいと思います。こっからもね、僕結構言ってると思いますけれども、うん、いきたいと思います。さあ、うん、僕がおすすめする第2位は、うん、怪獣8号です。何それ。え、ケイさん知らないの？怪獣8号わかんない。マジか。いや、むしろ逆、なんで今までのやつ知ってて、怪獣8号知らねえんだよ、逆に。逆になんで知らねえんだよ。超有名ですよね。もうクソ有名だし、もうこれからもうね、次の時代作るのは多分怪獣8号だって言われてるぐらい。ジャンプ？ジャンプラです。ジャンププラス。ジャンププラス。もうね、怪獣8号はもう1話からおもろいし、もうずっと面白いっすね。どういうやつ？どういう作品かっていうと、要は、まあ、現実世界みたいなところで、大前提としてね。で、そこに怪獣が出てくるんですよ。うん、例えば、まあ、こっちで言うと、まあ、地震がさ、あったら、本震、余震とかでいろいろ区別されるじゃないですか。うん、そんな感じで、本獣、余獣とかで、うん、いや、まあ、災害として怪獣が登場するんですよね。なるほど。で、その怪獣を討伐するっていう、まあ、作品なんだけど、うん、主人公がね、まあ、第1話だからこれ言ってもいいか。うん、主人公が第1話で、なんと、怪獣になっちゃうんですよ。うん、なんだけど、その主人公は怪獣討伐部隊にその入りたいの。入りたいんだけど、でもそこをもうみんな若手なのよ。20代とか、もう10代とかが、うん、いや合格して、体力的にもね。でも主人公もおっさんなのよ。だからもうずっと不合格だったの。ずっと不合格なんだけど、もう今年こそは夢で叶えてやるんだ、頑張るんだって言ってるのを怪獣になっちゃって、お前どうすんねんっていう。ただでも結局ね、いろいろ物語進んでいくと、まあこれが面白いんですよ。これちょっとね、ネタバレにもなっちゃうと思うんで、あんまりね、あれですけど。まあその怪獣の力をね、まあ、隠しつつ、まあ普通に本体としてね、まあ活動していかなきゃいけないっていう感じで。もうね、これはね、ほんと超ド王道。もうなんて言ってるかね、もう王道バトル漫画ですね。久々に来たんじゃないかな。こんなに王道で、最近こんなに面白い漫画。もう最近、今何巻かな、まだ全然出てないと思うよ。何話とかも、ほんと。ね、ジャンププラスでまだ29話ですね。コミックスが、まあ第2巻かな、まだ2巻ぐらいが出てて。まだ始まったばっかですね。始まったばっか。もうこれはね、もう、だってすごいよ。毎回ジャンププラスって、だいたい他の曜日って1位がまあ100万閲覧ぐらい。行くか行かないかなんですよ。もうこれ200万閲覧とか今言ってる。すげえじゃん。すご。あ、もうダントツじゃないかな。ジャンププラスだとダントツで今見られてる気がする。違ったらごめんなさいね。ちょっと僕が好きすぎて情報持ってたらごめんなさいね。でも、あの200万再生とか言ってるんで。だ普通に YouTube って置き換えるのまた違うけど、でも純粋すごくないですか。毎週200万見られてるんですよ、毎週。いや、すごいわ。すごいんですよね。だから本当に人気。で、多分これアニメ化とかもさ、ね、されると思うし。面白いですね。あとね、漫画がうまいっすよ。もうね、毎週引き？いや、ラストのページって、やっぱ漫画って大事じゃないですか。うん、来週どうなんだろうに繋がる、その引きがね、もう、ズバ抜けて面白いと思う。っていう、もう、ま、だから、ワンピースって結構そういうとこあるじゃないですか。小田先生ほんとそれがうまいじゃん。うん、っていうのが、やっぱ最後のページの最後のコマとかにやっぱあるじゃないですか。で、うわ、来週どうなんだ、来週どうなんだ、の展開みたいな感じで、もう、毎週ラストページで、待って、これやばくない？みたいなのが結構来るんですよね。なるほどね。だから漫画がすごくね、お上手。なるほど、ね。俺はね、もう多分、ガンガン来る。本誌レベルでね、むしろ本誌でもめちゃくちゃ上位に食い込んでくんじゃないかな。うん。なんでこれむしろジャンプなんだろうぐらい。なるほど。そうそうそう。あのラッコ11号ぐらいすごい？いや、どこと比べてんの？どこどこどこ？なんで号つながりで？ラッコ11号ってね。あったけど。バクマンの作者、バクマンの人が書いてた。いや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 。
違うよ、全然。バクマンの中の漫画ね。中の作品ね。ゴーつながりで言ったら多分全然すごいよ、8号の方が。怪獣8号の方が全然すごいよ、わかんないけど。本誌の方がやっぱまだあれなんだ。ハードルは高いんだ。まあやっぱね、高いよね、本誌のハードルはね。ジャンププラスって割と、その各週連載とか結構多いんですよ、もう。そのコミックスまだ2巻の先生とかでも、要は各週連載。怪獣8号とかも今そんなぐらいですよね。2週やって1週休み、2週やって1週休みみたいな。救済は結構挟めるんだけど、本誌はもう発行しなきゃいけないから、なかなか救済とかはね、そんなに挟めないとは思うんですよね。確かに。だからもう基本は毎週連載なんです。だから多分きついと思うんですよね、先生的に。だから逆言っちゃえばその集英社さん的にもね、要はリスクないじゃないですか、うん、ネットの配信だから、うん、印刷落とすとかね、その原稿間に合わないとか、そのリスクもなしにできるから、まあ多分その若手の先生とか割とね、ジャンププラスからの先生とか結構いらっしゃると思うんですよね、うん、まあそんな中でこのね、もうズバ抜けて今人気なんじゃないかな、うん、もう周りもみんな言ってるんですよ。例えば神木さんとか、うん、そのワンピース好きとかのやっぱその人たちもね、結構やっぱ怪獣八号みんな読んでるね。次来るんじゃないかな、本当そのくらいの作品だと思います。どうなんで、ぜひ読んでほしい。怪獣八号見よう。ジャンププラス全然開けてねえよ最近。見よう。ジャンププラスはもう第1話もう無料なんで、初回無料なんで、だから今でも追いつけますから。初回無料で次の2話は無料じゃないの？無料無料だ、全部無料。初回はジャンププラスは基本的に全部無料なんで。へえ、いいな。ただ1回読んで2回読もうとすると、まあコインが必要になったりするけどね。1回目は無料なんで。なるほど。じゃあその1回開いたら閉じちゃったら、いや、やばいのか。そうそうそう、漫画のページ閉じちゃったらああってなっちゃうんで、ぜひそこは気をつけていただいて。そこは気をつけて、ね、初回は無料です、はいはい、初回1回目だけ無料、はいはい、ジャンププラスなんでね。はいはい、じゃあ第1位いきたいと思います。もう第1位はね、もうだいぶ相当言ってるんで分かってると思うんですけれども、いきたいと思います、うんうん。さあ、僕が選ぶ第1位は、チェンソーマンです。はい。もう、ダントツ。もう、こんだけ今言ってきましたけど、やっぱね、僕の中では、やっぱ、ワンピースはさすがに、やっぱ、揺るがないんですけど、僕の中でもう人生なんで、僕にとっての。うん。やっぱそこの、下に、しっかり来たのが、もう、久々に、チェンソーマンという漫画がね、入り込んでくれたね。いや、こんなにハマったのはもう、もう、本当にもう、何十年ぶりなんじゃないかってくらいかな。ワンピースはね、やっぱ、20年以上もう、ほんと読んでますけど、うん、なんかね、そこまで、なんか本当に早く読みたい、早く読みたいっていう作品として食い込んできたのがやっぱ久々ですね、個人的に。もちろんね、他の作品めちゃくちゃ面白いんですけど、なんか個人的にはすごいハマりましたね。まあもうこれね、一応まだ読んでない人のために軽く説明すると、悪魔バトル漫画ですね。悪魔バトルダークヒーロー漫画です。まあ主人公がね、まあちょっとイカれてるんですよね。この世界ね、悪魔っていう存在がいて、まあ例えばトマトの悪魔とかね、まあ銃の悪魔とか、銃、ね、チェンソーマン悪魔まとめもやりましたんで、ぜひそっちもね、読んだ後見ていただきたいんですけど、うん、まあ悪魔がね、存在する世界で。で、人間に怖がられれば怖がられるほど悪魔強くなるんですよね。だからトマトの悪魔ってのは別にそんなに怖がってないんで弱いんですよ。ただ銃の悪魔とかやっぱ人間がみんな怖いじゃん、銃って。強いんですよね、すごい。まあそういった大前提、設定がある中で、主人公がある時、まあチェンソーの悪魔とね、まあ一体化してしまって、まあそっから進んでいく物語と。うん。で、まあ悪魔を討伐しつつなんだけど、まあただただ悪魔倒していく漫画じゃないんですよね。うん。もうなんかね、設定とかもうめちゃくちゃ入り組んでて、まだね、今11巻か。まだね、11巻で今第1部がね、今完結した段階で、もう第2部がね、ジャンププラスで、連載が決定したという作品なんですけど、うん、もうね、11巻の内容じゃないんですよね、濃さが。うん、もう濃すぎんのよ、マジで。いや、正直多分11巻の内容までで、多分ね、普通に30巻ぐらい分の濃さなんですよね、多分。うん、だから無駄な内容とかが端折られてて、正直ちょっとね、一回読んだだけじゃもしかしたらね、難しいとこもあるかなとはもちろん思うんですけど、うん、ただやっぱね、漫画が上手いんですよね、チェンソーマンの先生は。うんうんうん、漫画好きに刺さる漫画って感じだと思いますね。なるほど。うん、だからね、大衆受けはね、多分そんなしないんじゃないかなと思う。グロいんで結構。グロかったりもするし、まあ、内容もね、ちょっとね、要は、普通の漫画って、例えば誰かが、まあ、誰かを守った時に、うわ、あのキャラこういうことだから、こういうことなのかってもう説明マンでいるじゃん。大体。そう、この能力って、こういうことなのかあいつはっていう説明マンが大体いるんですよ、少年漫画って。もうゼロだから。説明マンゼロなのよ、チェンソーマンは。説明がないから俺分かんなかったんだ。そういうことか。だからね、ちょっと難しいとは思う。そうだわ。ナルトとかね、説明してくれるからね。そう、説明マンいるじゃん。してくれるからね。そう、うん。自分の能力なのに自分で説明もするじゃん。この能力を使ったら俺はもう死ぬかもしれないみたいな言ってくれるじゃん。言ってくれるわ。
あの、なし。そういうことか。だからあれ分かんなかったんだ、俺読んで。全然分かんなかったの。うん、だどっちかって言ったらね、映画っぽい作品っちゃ作品、あの、映画っぽいかな。いや、映画って例えばさ、この、ここまで敵対してたキャラが、ここでまあ手を組んだっていうだけでも、絵で見せるだけじゃん、映画とかって。そうね。そうね。で、この、藤本先生は、その映画が本当に大好きな先生なんで、だから映画的表現が結構多いんですよね。なるほどね。そう。だからこそ、その、なんつうの、まあ、考察というか、うん、え、これってこういうことっていう謎にむちゃくちゃ繋がるんですよ。ああ、だから、俺はダメなんだ。うん、多分そうだと思う。わかんねえのよ。全然むずくてわかんねえのよ、もう。だから、逆に、もう、俺が横で説明してあげて、これって多分こういうことだよって言ってあげて。あ、だそしたら、うん、もう、マジでね、イカれを言ってますね、この作品は。面白さが。そうか。はいはい、はい。イカれてる、本当にね、え、なんでこいつ、こいつに勝てんのとかが、うん、多分裏の設定的に、うん、え、待って、これってこういうことかなって考えていくと、もうね、11巻の内容じゃない、ないんですよね。なるほど、ね。そのくらいスピード感もあるし、もう濃すぎるんですよね。うん、絵で説明されてるんで、はいはい、サクサクって読めちゃうからこそ、はいはい、え、ちょっと待って、どういうことってなっちゃうんですけど、うん、よくよく考えて、深く考えていくと、もうね、こんなに面白い作品ないですね。どっちかって言って、だから少年漫画っていうかね、まあ青年漫画なんじゃないかな。結構読解力も必要だとは思う、正直。そうですね、確かに。うんうん。だから敵がね、やばすぎる表現として、うん、いや、闇の悪魔っていうのはね、まあその地獄に出てきくるんですけど、うん、まあその表現とかももう意味がわかんないの、正直。あの初見だと。でもあの漫画的な表現としてもう行かれてんすよね。あの、闇の悪魔登場した時ってあの宇宙飛行士がさ、ちょっとグロい話しますよ。ちょっとグロい話します。苦手な時ですよね。うん、いや、あの、上半身と下半身分裂してこう並んでたじゃん、こうやって。うん、であれとかもなんかあの最初に宇宙に行ったその宇宙飛行士のまあ人数と か,、うん、だかそのなんつうの現実史にも結構かかってくるようなことを結構ね、うん、練り込まれたりしてるんですよね、うん、だからそういう深みはねとんでもない作品なんですよね。なるほど、うん、だからそういうのがいろいろつながって、うん、なんか分かってくるとめちゃくちゃ面白いですね。へえ、本当にここはすごいね。11巻でこんな濃い内容いけますっていう感じの作品かな。なるほどね、うん、で今第1部が、まあ、あの本誌でジャンプ本誌で終わったけど、うん、今ね第2部が、ジャンププラスで連載が開始するって言われてて、まだされもう何にも続報がないんですよ。ジャンフェスで情報が来た後、うん、もう報じてるんですよこっちは。まだわかんないんだ。うん、そう、でも多分俺月曜に来んじゃないかな。月曜がね、地獄楽サマータイムレンダーっていうめちゃくちゃ面白い作品が、うん、あの連載終わっちゃったんで、なんか月曜にね、うん、ぶつけてくんじゃないのかなと思ってるんですよね。やっぱ月曜が面白かったんで。で、もうアニメ化も決定してますから、うん、まあちょっとね、まあ難しい作品なんで、もしかするとね、アニメ化してもね、ドッカーンっていくかわかんないけど、うん、いや、でもね、アニメ化もするんで、まあ今後ね、ちょっとドッカーンと人気になるね、作品なんじゃないのかなと思いますね。なるほど。まあ、あと漫画好きの人はもうね、すごくやっぱね、言ってる声がすごいある。だから毎週、あのトレンド乗ってたもんね。ジャンプが、あの、乗るたびにツイッター毎週トレンド入ってた。どんなアニメになるかね、不思議ですよね。いや、不思議なのよね。白黒でしかね、見てないから。ポップにするのか、説明マン入んじゃない？やだやだやだ。いらないいらない。説明しようって言ってほしいもん。いやいや、説明マン、本当にもう、台無しだから、作品が。作者の方がそのワイプでいて。うん、ずっと説明してくん。それなら、副音声でね。副音声で、うん、オンオフできんだったらそれ見たいわ。なるほど。でも確かに映画っぽいって言われてしっくりきたわ、なんか確かに。エヴァとかも説明マンいないから分かんない。ああ、だからそういうことだと思う。そういうことだと思う。多分そういうことに近いのかなっていう。だから、もうエヴァ見てマジで何も分かんなかったんだけど。だから多分そういう戦争マンも多分そっちのさ、節があるのかもしれないわ。今回のエヴァ分かりやすかったですよ、比較的。いやでもあんまよく分かんなかったわ。難かったわ、とりあえず。俺もエヴァ見なきゃ、俺まだエヴァそもそも何も見てないから。漫画でしか見てないんで。エヴァ逆に漫画でしか見てないから。そんな人あんまいないですよ。逆にもうエヴァ考察出してほしいわ、もう。あ、ちょっと読んでね、あの映画見てね。チェーンソーマン考察とかエヴァ考察とか、その、見ても分かんないものをちゃんと説明してほしいわ。はいはい。あ、でも好きだと、うん、俺多分ね、好きだって分かってんだけど、多分ハマっちゃいそうで、めっちゃ。うん、だからちょっとね、まだね、触れてないんですよ。さすがにね、もうワンピだけでも相当ね、充実してるんで。うん、なるほどね。ちょっとエヴァも見てみようかな。まあそんな感じですかね、はい、チェーンソーマンは。はい。はい、なんで、はい、第2部本当に楽しみっすね。うん。サマータイムレンダーもね、アニメ化するんですもんね。そうそうそう、サマータイムレンダーもあと地獄楽もね。あ、そうなんだ。いやだからね、月曜のその、僕はね、そのトップ
3だったんですよ、うん、あのさっき言ったあのスパイファミリー、うん、地獄楽サマータイムレンダーが、うん、もうほんと月曜本誌プラスジャンププラスでもそんなに楽しめるかっていうね、うん、すんごいねあの連載が続いてたんですけど、そのね、うん、2大巨頭がなくなっちゃったんだよ連載終了して、うん、でもねめっちゃ面白かったんだよねその作品も、うん、まあ当時言ってたと思うんですけど、うん、そうなんですよ、アニメ化なんでね、だからねちょっといろいろ楽しみですよね。でも最近の漫画はあれだね、ちょっとやっぱ難しい傾向にちょっとあるね、うん、難しいわ最近の漫画は、はいはいはい、普通にその読解力が必要というか、まあまあまあね、ナルトとかはいらんからもう読解力はやっぱり計算的には多分だけど、うん、あの今日言った中だと多分怪獣8号だと思うな。なるほどね、怪獣8号はすごくわかりやすいし、うん、なんだけど、あの、設定もしっかりしてるから、なるほどね、説明マンもほど、説明マンっていうほど説明マンもいなくても多分わかるとは思う。うんうん。はいはいはい、怪獣8号は、あの、王道なんでね、面白いと思います。じゃあ、それはちょっと読もうかな。はい。はい、そんな感じでした。どうでしたでしょうか。ちょっとね、また好評だったらね、うん、またちょっとやりますんでね、ぜひ、あの、グッドボタン、コメント等ね、残してってください。いいじゃん。よろしくお願いします。君あれだよ。漫画評論家やれば。漫画評論家、うん、でも確かにあの漫画家をあの1年ぐらいマジで目指してて勉強は結構したんですよ、うん、漫画家のその絵の手法とかね、うん、普通の人とかは知ってるかもしれない。いいじゃん漫画評論家チャンネル、うん、まあ好きなんでね、うん、そもそも漫画評論家評論家チャンネル、なんで増やすんの、ここでやれよ、なんでこのチャンネルでやんねんだっけ、ここでやったらいいわ、ここでやれよ、うん、そうしようそうしようまあまたちょっとね、はい、行きましょうか。はい、そんな感じでした。ぜひチャンネル登録ねよろしくね。はい、それでね、もちろんねメインチャンネルとかね個人チャンネルも見てくださいね。ワンピースのメインチャンネル取り扱ってますんでぜひよろしくお願いします。はい、ツイッターのフォローもよろしくね。はい、そんな感じでした。明日も楽しみ、またね。漫画面白い。